皆さんこんばんは、スルメです。今日もですね、ドラゴンクエストモンスターズ3のワンダーランド SP 実況していきたいと思います。それではね、続きからやっていきたいと思います。はい、今日はですね、この前ねゴールデンスライムを見せてどけてもらった扉にね挑戦したいと思います。はい、ではね、封印の扉に挑戦したいと思います。はい、ではね、やっていきましょう。あ、もうね、知らないやつがいる。うん、ピサロナイト。これ、あれじゃない？確か。王様じゃなくて、王妃様がね、欲しがってた気がするんですよね。やった！ピサロナイトをゲット！確かね、王妃様ね、ピサロナイトを2体ね配合したやつをね見たいって言ってたんですよね。なんでさっきオスをね捕まえたんで、あ、メスいたわ。メスをね捕まえましょう。なんか覚えてた、ピサロナイトは多分そう、ピサロナイトを2体配合で作れたはず。なんでね、この扉クリアしたらすぐね、王妃様のところにね、行きましょうね。よっしゃ！腹立つ顔しとるなぁ。やった！リップスをね、ゲットしました。よっしゃ！デスタランチュラをね、ゲットしました。もうなかなかの気持ち悪さですけどね。はい、出ました、中ボス戦ですね。めっちゃね、なんか最近出てきたこの、なんで言うんですか、中ボス主の中でなんかすごいね、一番ね強そうすごいなんか魔王感がすごい、モンスター感が本当にすごいですね。バラモスゾンビに戦いを挑みますか。はい、ゲットしてやるよ。すごい強そう。なんか全然ボスでもいいぐらいのねクオリティですけどね。え、めちゃくちゃ強そうだな。あ、ランク S ですね。 HP 半端ない。これをね倒すならできるんですけど、ゲットしないといけないんでね、スカウトしないといけないところが厄介なんですよね。いいぞ。でもなんかあれですね、この扉なんか新しい子がちょっと少なかったですね。結構ね全部戦ったことあったりとか、もうゲットしてるモンスターばっかりだったので、なんか新しいモンスターがあんまりないなと思ってちょっと寂しいですえ、やばい、強い強い、やばいやばい、待って、ギュメイ将軍が死んじゃう。え、待って、やばい、ギュメイ将軍死んじゃうんじゃない、これマジで。あぶねー、危なくない、これギュメイ将軍死ぬわ。あ、うわ、終わった、ギュメイ将軍終わった。え、待って、ギュメイ将軍だけで終わらないとこれやばい、まずい、めっちゃまずい、これゲットできるかな、ちょっと不安になってきた。てかまず死ぬかもしれない、頑張れ。肉はねめちゃくちゃ買ってきたんで大丈夫だと思う、尽きることはないので。うん、怖い、やばいなこれ、死ぬぞ、強い強い強い、強すぎる。オッケーオッケーオッケー、やめてあげてほしい。あれ、これダークキング強い、もしかして。ダークキングがさっきからあんまりね攻撃を受けてないんですよ。ゾンビに強いのかな。
ぱいになっちゃうの、こんな大きいのに。ゾンビだからか、ゾンビだからあんまりご飯食べないのか。いけ、頼む。やばい、じゃあこれラストチャンスじゃん、次で。あ、よかったよかった、やばかった、もうよかったです、仲間になりましたね。夢将軍死んじゃったけど、やった、よかった。はい、ではね、この扉のボスに挑みたいと思います。あ、すごい、なんか今までと全然違いますね。え、強そう、やば、え、めちゃくちゃ強そうなんですけど、勝てるかな。あが、が、うぐ、ごご、そう、封印の扉だもんね。封印されてたモンスターが解き放された的な感じ。え、めっちゃ強そうなんだけど。貴様誰だ。邪悪、背く者皆我が殺す、すべてを滅ぼす。うわー、めちゃ強そう。なんかなんとかレオソードに似てない？少年レオソードに似てない？やっぱりなー、やっぱり邪神レオソードだった。私この前ってか前回のやつで卵少年レオソードを引いたんですよ。なんかコメントで教えていただいたら、それすごいレアなやつらしくて、あれを配合するとこれになるんですかね。今めちゃくちゃ顔似てるなって思ったんですよね。いけ、頑張れ。めちゃくちゃ強そうなんだけど。おお、爆裂剣、二刀流は使わないんですね。お、いいよ。剣は一個しか使わないの？せっかく二個あるのに。あ、怖い怖い怖い。おお、頑張って。いいよ。お、いいねいいね、いいよいいよ。あ、やった、勝った。邪神レオソードにね、勝ちました。うぐぐぐ、我何も思い出せない、だが一つだけ覚えている、我強きものを求めていたと。お前強い、一生行く。邪神レオソードが仲間になった、やった。まあね、少年レオソードもいるんでね、仲間いるんでね、楽しいと思いますよあ、めっちゃ久しぶりに会ったわ、タボー。今仲間にした魔物は二度とこの扉には現れないみたいだね。配合するときは気をつけるんだよ。それじゃあ帰ろうか。オッケーです。めちゃくちゃレアなんですね。邪神レオソード、あ、 SS ですもんね。おう、スルメよ、邪神レオソードを仲間にしたか。邪神レオソードは随分古くからあの遺跡の中に閉じ込められていたそうじゃ。奴の全身を覆っている白いものは汚い花瓶に違いあるまい。いやいやいやそれ言いすぎ。おう、ちょっと言いすぎたか、はっはっはっは。精進するのじゃ、どうするね。それではわしはこれで失礼する。いそ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 。はい、ではね、早速ね、王妃様にね、
あのピサロナイトを配合して店に行きたいと思います。これですね、ピサロナイトとピサロナイトで死神の騎士、これですな。おー強そう、 S ランクですね。よし、ではね、王妃様に見せに行きましょう。やっほー、ご無沙汰。おお、それは死神の騎士。なんとクレイジーな入れたちじゃ。こやつの持つ時々シャッフルは行動順を混ぜこぜにするスリリングな特性じゃ。ほう、素早さに頼らぬ試合運びを望むならぜひ使ってみると良いぞ。え、さあこれは魔物を連れてきた褒美じゃ。ありがたく使うが良いぞ。巨大つぶしの証を手に入れた。あれ、すごそう、わかんないけど。次なる願いを用意しておるゆえ、再び話しかけてたもれ。次は何ですか？あ、キングモーモンと申す魔物ガルマをどうしても見たいのじゃ。持ってる、連れてきます、連れてきます。やった、キングモーモン可愛いですもんね、見たいのわかる。おお、それはキングモーモン、なんとつぶらな瞳なのじゃ。キングモーモンの持つ星の守りはとても貴重でとても強力な特性じゃ。戦闘中に星の守りが発動したら失敗のある行動が全て成功すると。そうなの？めちゃすごいですね。しかしキングモーモンを見ているとあの者の顔がちらついてしょうがないぞよ。え、王様？ちょっと似てるかも、確かに。アホっぽいところが。そうかな、王様のことかな。さあこれは魔物を連れてきた褒美じゃ。ありがたく使うがよいぞ。メタルつぶしの証を手に入れた。おう、まだあんのか。なんだろう、スラニンという魔物で揃えたパーティーを。なんだってわらはどうしても見たいのじゃ。スラニンが4体並んで決めポーズをしているイカスパーティーをどうか見せてたもれ。マジ、私スラニンはオレンジしか持ってないんですよね。分かった。まあ、でも確かに私もね、スラニン揃えたいなって思っていたんで、まあまあまあいいかな。はいはい。あ、卵から生まれることがあるんですね。ほうほうほう、タコクマスターが連れている。まあ私もそれでゲットしたんでね。あ、作り方は教えてくれないんだ。運じゃん、運ゲーじゃん。はい、ということでですね、今回封印の扉をクリアしましたので、これで全部の扉なのかな。あ、恨みの扉、これだけまだいけてないんですけど、これは今いけるんでしたっけ、ちょっと覚えてないんですけど。恨みの扉もね、挑戦したいですね。はい、で王妃様のお願いを、ね、2個聞くことができましたね。はい、次のお願いがスランニンをね4体揃えろってことなので、またちょっとね時間かかりそうなんですけど、まあ、鎖国マスターとかやってね頑張ってゲットしたいなと思います。はい、今回もねすごい強そうなモンスターが仲間になったのでね、すごく楽しかったです。はい、こんな感じでねゆるゆると実況しております。もしよろしければチャンネル登録していただいて、私のこのドラクエライフを見守っていただけるととっても嬉しいです。コメントで応援や感想アドバイスなどいただけると本当に嬉しいので、もしよろしければお願いいたします。はい、概要欄にね私もツイッターやってるんですけど、ツイッターの URL も載せてるので、もしね興味あるよって方はねフォローしていただけると嬉しいです。はい、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。